皆さん、こんにちは。ワールドカップカタール大会が盛り上がっている中、決勝トーナメント初戦、日本対クロアチアが行われました。残念ながら日本は負けてしまいましたが、その試合の中で冨安健洋選手は動きが悪い部分が何度か見受けられました。今回はそんな冨安健洋選手に何があったのか紹介していきます。まずはじめに冨安健洋選手の経歴から紹介していきます。名前、冨安健洋、所属アーセナル、背番号16、ポジションディフェンス、生年月日1998年11月5日、身長188センチメートル、体重78キログラム、国籍日本。冨安健洋選手の日本代表時代の経歴を紹介します。2016年7月1日、リオ五輪のトレーニングパートナーに選出されました。同年10月に AFC U19 選手権のメンバーに選出され、10月17日第2戦のイラン戦ではセンターバックとして無失点に抑えて、中山雄太選手と共に安定したディフェンスを披露しました。10月30日決勝の U19 サウジアラビア戦でも日本のピンチを抑えて初優勝に貢献しました。2018年8月30日キリンチャレンジカップに挑む日本代表に初招集され、10月12日のパナマ戦で先発して日本代表初出場を果たし、10代での日本代表デビューは2012年の宮市亮選手以来で、センターバックの選手としては史上初となりました。2019年1月 AFC アジアカップ2019のメンバーに選出。1月9日初戦のトルクメニスタン戦でスタメン出場し、大会最年少での出場を飾りました。1月21日のサウジアラビア戦ではコーナーキックを頭で合わせ、同大会トルクメニスタン戦のドウアンリツ選手の記録をさらに上回り、アジアカップの日本人最年少ゴールを2週間足らずで更新しました。準決勝のイラン戦ではセンターバックでコンビを組む吉田麻也選手とともに、イランのエースのサルダルアズムン選手を完全に抑え、長友佑都選手から絶賛されました。この大会最年少ながらレギュラーとして移籍金が急騰するような活躍を見せましたが、決勝でカタールに敗れて準優勝となりました。2019年9月ワールドカップアジア二次予選のメンバーに選出され、9月10日アウェーのミャンマー戦でスタメン出場し、日本代表のセンターバックとしては越田武史選手以来39年ぶりの20歳でのワールドカップ予選デビューとなりました。劣悪なピッチコンディションの中でチームトップとなる95本のパスを成功させ、こぼれ球ダッシュ数3回、シュートブロック2回、クリア数3回を記録するなど、守備面での貢献度は絶大でした。またミドルサードでのプレー数もチーム1位となる126回を記録しており、幅広いエリアを的確にカバーしていました。2022 FIFA ワールドカップアジア3次予選において4試合出場。2022年11月1日 2022 FIFA ワールドカップに臨む代表メンバーに招集されました。冨安健洋選手は大会前からできるクオリティを持っていると言っていたし、思っていると話し、それはドイツとスペインを相手にピッチ上で見せられる日本が過去3度超えられなかった16強の壁突破へ、僕らの力を 100% 出せれば目標は達成できると思っていると力強く語っていました。しかしワールドカップカタール大会のグループリーグではスタメン出場はなく、ドイツ戦では前半46分に久保建英選手と交代で出場、コスタリカ戦では出場はなく、スペイン戦では後半23分に鎌田大地選手と交代で出場しました。ドイツ戦後から右太もも裏の違和感で別メニュー調整が続き、そのため27日のコスタリカ戦は出場機会がありませんでした。スペイン戦でコンディション調整を行い、状態は上向いている様子でした。クロアチア戦に向けて取材では完全復活を宣言していました。スペイン戦をやっていい感じにコンディション調整できたので、
次の試合はもっといい状態で臨めるかなと思います。逆転勝ちした1日スペイン戦では1点リードの後半23分から出場し、安定した守備で貢献、90分フル出場もとインタビュアーに問われた冨安健洋選手は、はい大丈夫ですと即答していました。大黒柱のモドリッチ選手を中心に、ブロゾビッチ選手、コバチッチ選手が並ぶ中盤について、クオリティは今大会出ている国でもベストの一つだと思っていると印象を語っていました。同じプレミアリーグでプレーするペリシッチ選手については、イタリアの時もやっていて良い選手だと感じたので、アーセナルだしトットナムというのも含めて絶対にやらせてはいけない、ノースロンドンのライバルへの思いは強いと話し、サポーターもそうだし、アーセナルでプレーしていると勝手にそういう意識が芽生える、サポーターの人もそこだけはやらせるなと思っていると思うし、しっかり抑えたいと意気込んでいました。そして決勝リーグ初戦で初のスタメンで出場を果たします。板倉滉選手のイエローカードの累積で出場できず、板倉滉選手の代わりに出場する形になりました。試合が動いたのは前半43分でした。日本が前田大然選手のゴールで待望の先制点を奪いました。ショートコーナーから堂安律選手が送り込んだクロスボールがこぼれ、これを前田大然選手が左足で蹴り込みました。1対0で折り返した後半、日本は早い時間帯に追いつかれてしまいました。後半10分、右からのクロスをペリシッチ選手がヘディングシュート、ボールは懸命に伸ばしたゴールキーパー権田修一選手の手の先を行き、ゴール左隅に吸い込まれました。その後は得点が生まれることはありませんでした。モドリッチ選手のミドルシュートを権田修一選手がセーブで防ぐなど、日本が持ちこたえて1対1、試合は120分でも決着がつかず PK 戦へ突入しました。クロアチアゴールキーパーのリバコビッチ選手が日本代表の PK を3度ストップし、最後はクロアチア4人目のパシャリッチ選手がボールをネットに沈めて、この激戦を勝利しました。試合開始直後は冨安健洋選手の最終ラインでのパスミスやポジショニングの悪さが多々見られました。そのせいかクロアチア代表の選手にボールを奪われる場面も見られました。初のスタメン出場でプレッシャーを感じたのかもしれません。しかしその後調子を立て直し、クロアチアのショートカウンターにも対応、これはわずかに枠を外れましたが、対峙した冨安健洋選手が足を伸ばしてコースを変えていました。これにはアベマで現地解説を務める本田圭佑さんも、素晴らしい、ナイスブロックと称えていました。さまざまな波乱が起きるワールドカップカタール大会、世界のステージは想像もできない、プレッシャーがかかります。その中で完璧なプレーをするのは難しいです。ミスもあったと思いますが、冨安健洋選手も全力でプレーをしていましたし、本田圭佑さんも冨安健洋選手のプレーを絶賛していました。次回ワールドカップでは目標達成できなかったベスト8を達成してもらいたいです。今後の活躍も楽しみに待ちましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。